ははい皆さんこんこにちはです今日もですね皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目をされている仮想通貨に関連しているニュースを一緒に見ていきたいと思います、えー、今日はですねまたグラスノードのウィークリーのレポートを一緒に見ていきたいと思いますで今日のトピックはですねおなじみビットコインなんですけれども先週はですねそろそろビットコインの価格がすごく底堅くなってきましたよという話だったかと思いますで今日の回につきましては その底堅くなってきたビットコインがもう底打ちと考えていいのかもしくは今後さらに上昇して局面に入っていると判断していいのかどうかというところがトピックになっておりますのでぜひですね最後まで動画をご覧いただけると嬉しいなと思っておりますはいで早速ですね本番本番でかあの何ていうんですか本題に入っていきたいと思うんですが、えー、今回ですね11月に入ったということで先月までのですねズーム X さんのキャンペーンが終わってしまったんですけれどもまた新たにですね 新規登録者向けにキャンンペーンをいたただきました一応概要欄の方にですねリンクと説明書きっていうのが貼ってあるんですけれども今回まだ口座持ってない方限定なんですが初回入金ボーナスというのは1回そのまま300ドルもらえるんですけれども累計で1000ドル分の入金をした方につきましては追加でまた300ドル分のボーナスがもらえるということで。 ぜひですね、この,、まあ、のマーケットのタイミングでもらっていただければと思いますし、まあ、少しですね、システムが改善されて、入金で即、えー、反映されて、ボーナスがもらえるというような状況になってますので、ぜひですね、ご利用いただければと思います。で一応使い方の動画っていうのも概要欄に貼っておりますので、そちらも参考にしていただけると嬉しいなと思っております。はい、ということで、早速ですね、本題の方に入っていきましょう。現在のマーケット環境をちょっとおさらいをしていきたいと思うんですけれども、直近ですね、FOMC に向けて、 少しマーケットでリアルヘアバッというのがです、ね、今後少し縮小していくんじゃないかという話が出てきていることでマーケットが若干ですね期待感から高まっていってていいるとしかしながら、まあした、ね、FOMC があるということで若干ですねそういったところの、まあ、楽観視みたいなところをです、ね、若干、ちょっとそののていうのかなあの創ぎ落とすみたいな感じで直前マーケットの FOMC の直前でちょっと価格の調整が今、起きているというような状況にあるということですね。 でまずはですねマーケット環境をまあ見た考えた中で今の価格がサポートになりそうなのかどうかっていうところを一つ見ていくうえでこのメイヤーマルチプルとリアライストプライスというのを見ていきたいと思いますでこの黒のチャートがですねビットコインの価格の推移そしてオレンジのラインがですねリアライストプライスつまり過去のです、ねまあ、平均取得単価というところで考えていただければと思います でこの緑につきましては結構ですねこのビットコインのオンチェーンのデータの分析で使われるんですけれどもメイヤーマルルチプルというものになっておりますでこれはですねどういうものかっていうと2つの指数の比率なんですけれどもどんな比率かっていうと分母がですねビットコインのまあ現在の価格そして分子が過去の200日のシンプルムービングアブレつまり、まあ、あの平均の価格ですね。 でそういっった状況になっておりますとでこのです、ね、メイヤーマルチプルにつきましては、まあ、その割合っていうのをちょっとチャートでちゃんと合わせなきゃいけないんですけれどもマーケットのある程度その底に近づいてきた時にビットコインがです、ね、このメアヤーマルチプルを若干下回るというような傾向があるというのが過去の状況を見てもわかるかと思います。年年からのの時も約28日間このメアーマルルチプルを下回った そして2018年から年についいてても約日間ですすね下回っまと2019年から年についても非常に短期的に反発ではあったんですが、まあ、35日間の反発というのが、まあ、反発がその下回った水準というのがまあ,あったんですけれども今まさにその状況から反発していけるかどうかというところをまずまあ試していっているような状況にあるんじゃないかなというふうには思っておりますと。 でこれだけではですねその今後、マーケットからまあしっかりと反発の勢いが出てくるかどうかというのは、まあ、まだ判断がしづらいので他のチャートも一緒に見ていきたいと思います。はい、で、過去のですねちょっとマーケット環境をおさらいというかです、ね、振り返って見ていきたいと思うんですがこの間がですねバランスとプライスとリアライズストプライス、まあ、つまりあの大体そのマーケットでいくつかですね 価格を、まあ、その現在の価格として適正価格っていくらなのかっていうのを、まあ、分析する手法がいくつかあるんですねで。今回についてはそのバランスとプライスについては、まあ、少しそのすごく説明が複雑なので、まあ、割愛をさせていただきたいと思うんですが、まあ、大体ですねこのレンジに今あの入っているのがなんですねで、まあ、これはですね、まあ、あのそんなに高い割合じゃないんですけれども。 全然全回ぐらいのボトムをつけたタイミングですと。でその次のタイミング2019年の4月ですかねのタイミングであればこのバランスドプライスとリアライズストプライスの間に、まあ、大体30%ぐらい枠として全体の,その保有割合が挟まっていたというような状況ですよね。 でなので結構その2018年の時と19年の時でまあブレ幅あるなって正直感じなんですけれどもまあそういう状況でしたと。で2022年の6月というタイミングで言うと大体6.1%だったんですよ。でこの2022年の6月ってどういうタイミングかっていうと一番最初に皆さんと確認をしたこのタイミングですよね。なのののでこのリアララライスラスライスススストププとバン中に まあ非常に狭いビットコインの,その保有割合しか挟まってなかったということであまり上昇が長続きしなかったというような考え方も一つあるんじゃないかなと思いますと。でそんな中なんですけれども2022年の10月、まあ、まさに今ですよねのタイミングでこのリアライストプライスとバランスプライスの間にどれぐらいの割合のビットコインが保有されているかというと大体20%という状況になっていますと。 で過去さかってみると、まあ、そこそこはですねこの水準で保有されてるんですよね。でつまり今つまりちなみに今このレベル感ってどこがっていうと2万1,000ドルから大体1万6,500ドルの間がフェアプライスというふうに言われていますと。 2019年のタイミングと比べると 30%VS 今が20%なのでもう少しですねこの間にあのうまくそのもっともっとビットコインの浮遊割合が入ってきてもいいんじゃないかっていうふうに言っているんですよねつまりそれはどういうことかっていうとまあ今の水準でもっともっとビットコインが買われるかもしくは今よりも低い水準でビットコインが買うチャンスがたくさん出てきたりするとまあこの辺りの割合が増えやすいんじゃないかっていうので。 もう少し若干ダウンサイドへの可能性も短期的には示唆をしているというような状況でありますと。で次にですねもう一つ見ておきたいのは、えっと、プロフタビリティのサイクルというものがありますと。でこれ何かっていうとこのオレンジ色っていうんですかね、まあ、肌色というかところとピンクと緑のところがあるわけなんですけれどもこの緑のところにつきましてはビットコインのですね 保有者の割割かな8割がちょっとすみません上に書いてあるんですけれどもそうですね8割が利益を持っているタイミングそしてこの赤についてはビットコインの保有者の55%が損失を抱えているタイミングそしてこの真ん中の茶色というか肌色のタイミングがその間の状況というものになっていますと。でここで一つですね皆さんと確認をしておきたいのがこの プロフィィタビリティがですねマーケットの中で低い場合結構そこがマーケットのですね底打ちタイミングになっていたりもするんですよね。で今まさにその底打ちタイミングにまあ来ているということでこういった観点から見ると、まあ、ある程度、まあ、底打ちに近いような状況にあるといっても過言ではないかなというのが、まあ、こちらのチャートでまあ言いたいところと。ただしこののの過去の ね、ボトムをつけたタイミングっていうのを見ていただくと、まある程度この赤いタイミングえ、プロフィタビリティがえま低いタイミングっていうのは結構長く続いているんですよ。なので、えある程度底打ち時間っていうものが出てきてはいる。一方でやっぱりまだまだマーケットがまそのやられ足りないみたいなところはま一定程度あるんじゃないかなという風うにはまこういったチャートを見るとま感じられますよね。で、次見ていきたいと思うんです。けれども、ま,あ、まさにそれが。 まあ出ているのがここなんですがここのチャートではロングタームホルダーすなわち155日間以上、まあ、半年以上ですかねビットコインを持っている人たちに限定して見ているチャートになっているんですけれども、えーとですね、見方としては、えっと、リアライズドプライスっていうのがあってもう一つですね、まあ、コストベーシス、まあ、つまり長期保有者の平均取得単価ですね。 でこの緑については税金あの全体の平均取得単価になっているんですが、まあ、現在のですね長期ビットコインの保有者の平均取得単価の方が全体で見るよりも高いんですよつまり長期で持っている人たちの、まあ、いわゆるそのリアライストプライスの方が高いのでより厳しい状況に、えー、ビットコインの長期保有者は短期取引の人たちよりもまあ置かれていると。 やっぱりこの大きくマーケットがグワッと上がっていった時に、まあ、あの売った人もたくさんいると思うんですけれどもやっぱりその後ぐグワッと下がってきているタイミングでずっと買い増ししてたのがやっぱりビットコインの長期ホルダーだと思うんですよね。なのでその分短期でビットコインを持っている人たちよりも平均取得感化が高くなっているというのが現実ですと。でこのですね長期保有者の人たちの方が短期の保有者よりもそのダメージが ある局面というのがこの赤で示されているタイミングなんですよね。で過去に遡ってみると20年15年2014年2015年についてはこの期間が17か月続きました。で2018年19年については8か月続きましたと。で今現在もその状況がまさに直近続いてるんですけれどもまだそれが3.5か月しか続いていないんですよね。やっぱりここも見てみると もっともっとそのビットコインの低迷期みたいなものがまあ続いてもおかしくないんじゃないかもしくは上がってくるにはまあそういった期間をまあ必要としてるんじゃないかっていうようなことが言われていますとで実際にあのマーケット環境を見てみるとまだやっぱりマクロの視点からそんなに簡単に株価もしくはまあその仮想通貨も含めリスクアセットが立ち上がってくるっていうような状況はあまり考えづらいですよね。 まあそういう感じで、まあ、そういった観点から見てみると、まあ、やっぱりビットコインもしくは仮想通貨の、えー、現物ロングを直近で価格がふわって上がってくるっていう前提で買うっていうのは、まあ、少し危ないかなと思うんですよね。ただし、まあ、ある程度の期間ビットコインを長期で保有して現物で買っていくっていうのであれば、まあ、そこそこその、まあ、買い始めて例えばその1年とか半年ぐらいは最低、えー、まあなんていうんですかねその利益がそんなに出ないっていう前提で 買うといういのであれば、まあ、悪くない買いい買場のタイミングとううふうにも見、まあ、見るるるここことととはこのチャートかからは見ることができるかなというふうに思いますとでもう一つですね面白いのがこのビットコインのロングタームのサプライ・プロフィタビリティ・モメンタムというふうに書いてあるんですがちょっとこれもしかすると分かりづらいかもしれませんけれどもこの黒の線がビットコインの価格の推移ですね。でこの赤の線につきましてはパーセントブ・ロング・ターム・ホルダー・サプライ・イン・プロフィットというふうに書いてありまして。 ロングタームホルダーのうちの何がプロフィットを持ってるかこれが今だいたい20%ぐらいなんですねでここのブルーのラインについてはビットコインの全体の利益の保有者がどれぐらいかというふうになっていますとでまだこれを見るとロングタームホルダーの方が下からずっと持っててそのままガチ放してるっていうのもあるのでプロフィタビリティとしては高いんですよねでここがこれ面白いのはですね 逆転するタイミングっていうのが、マーケットが反転するときつまり。どういうことかっていうと、短期で取引する人たちが。急激にグワーってポジションを貯めて、グーと価格が上がるときに。ここのプロフィタビリティの、まあ、長期の人たちとロングの、あの、長期の人たちと。短期の人たちの、まあ、その、いわ、いわゆるその利益。分みたいなものが、グワーって変わるんですよね。まあ、つまり、マーケットがどれぐらい、短期的に。 まあ資金がぐっとお金が入って短期の人たちのお金がしっかり入ってどれぐらい上がったかっていうことをまあ簡単に言うと表しているチャートなんですけれどもまあ今はまだそういったものが逆転するような状況にないということですよね。でこれはですね結構直近で逆転しそうなタイミングっていうのは結構何回も何回もあったんですけれども最終的にこれがやっぱり逆転するってことはなかったんですよね。まあ、これのの一つの原因としては やっぱりビットコイインンの価格が上がが上るタイミングがそんなににななななかかっったってことといこが一つ大きな要因にはなってくるかと思いますなのでこの辺りを見てくるとまだやっぱりビットコインの上昇の局面っていうのは、まあ、来そうで来ないというかあの焦ってやっぱり買うようなタイミングではないというふうに見てもいいんじゃないかなと思いますしこういったところの数値が反転してから買っても、まあ、全然過去のマーケットの推移っていうのを見るとおかしくはないんじゃないかなと思うのでもうちょっとやっぱり様子を見ても あの短期で買いたい人は様子見てもまあいいのかなというのはこういったところを見ると思いますよね。はい。で、もう一つですね見ておきたいのがこちらになります。リアライズとプロフィットアンドロスレシオ90日移動平均線というふうに書いてあるんですけれども、これがですね何かというと、先ほどまあ長期短期とかっていうのを分けてみたんですが、これは全体のビットコインの保有者のプロフィットロス、まあいわゆるその利益と損失の 割合ですよねでこれ実際に、えー、あの保有している人の含み益含み損ではなくて実際にそのトレードをした人たちの、えー、含み損益っていうところがこちらのチャートには反映されているというのを、えー、ご理解いただきたいんですけれども過去にですね遡ってみるとこのひたすらです、ね、損失を出し続けた期間っていうのが2014年15年の冬の時代については、まあ、1年ぐらい続いたと。 でその後大きく上昇相場に戻っていったんですが2014年ここは違う14年15年高書いてあるけどここは18年19年ですねについては263日間この状況が続きましたとで2021年から22年今現在ですねについてはまだ125日しか経っていないでプラスそれに加えて全体のですねそのなんていうんですかね含み あの,の,その深さみたいなとととところがまだまだだ過去と比べると水準としては低いんですよねなのでもっとマーケットがある意味その上昇相場を諦めるもしくはその大きく下落したタイミングでパニックで売るみたいなところのある程度相場っていうのがマーケットが一旦本当にその,あのなんていうんですかね余分なその資金を洗い流すために必要というのもこの辺りでは見られるのかなと思います。 なのでこの辺りを見るとやっぱりその今買うべきかどうかっていうとまだまだやっぱり時間はかかりますよねとやっぱり最低でも半年とかそれぐらいはかかるんじゃないかっていうのがこういったいろもろもの数値だったりとか分析結果を見ると感じられるところかなとは思いますただしこれ株式マーケットも同様だと思うんですけれども大体いい半年から1年1年半ぐらいかけてずっとビットコインをです、ね、蓄積していきたいよという人にとっては今そんなに悪い買い場じゃないと。 ということもあって、まあ、先日ちょっと皆さんにお伝えしたんですけれどもビットコインとイーサリムについてはまあ大体1年ちょっとぐらいですかねかけて積み立てていこうかなというふうに僕は考えております。はい、でもう一つですね見ておきたいのが「Cumulative Relative Real t a s 何のこっちゃっていう感じかもしれないんですけれどもこのですね黒がまあおなじみのビットコインの価格の推移というところになっておりましてこのちょっとオレンジっぽいというかピンクっぽい 数値があると思うんですが、これがですね、ビットコインのまあ過去90日間のまあいわゆるその損失のまあ積み上げというふうにまあ考えていただいてもいいかと思います。簡単に言うとですね、でもう一つここにあるのがこのブルーのラインなんですけれども、これがですね、リアライストロスの365日なので、この赤のピンクについては過去90日でこのブルーのラインが 過去日、まあ、つまり1年間で平均してどれぐらいロスを出しているかっていうようなことを、えーまあ、記載をしているものになりますとでこれ結構面白いのがあの過去のこの、えーまあ、それぞれのブルーマーケットベアマーケットのタイミングではこのピンクの山っていうのが2回来てるんですよね1回目ちっちゃいのが来て2回目大きいのが来る1回目ちっちゃいのが来て2回目大きいのが来るで今もちっちゃいのが1回目来て2回目が ちょううど来たよ例えで、そこから大きくまた上げていくタイミングっていうのが価格があるじゃないですかそれは大体この B の山が来たあとプラスこの365日の損失の移動平均線っていうものが下がっていき始めたぐらいの時にブルーマーケットが来てるんですよね。でこれが2014年15年のタイミングで2018年19年のタイミングもまさにそんな感じで。 えー、来ていいたと思いますとでじゃあ今はどうなのかっていうふうに見てみると回回目2回目の山は来ましたただし365日の移動平均線、えーまあ、損失の平均っていうところで見てるとまだやっぱり、えー、ダウンサイドダウンサイドっていうかその損失の下降汚染に入っていってないつまり価格のやっぱ上昇がまだあの全然、まあ、見れてないっていうところに加えてマーケットがあまりそんなにたくさん そのボトムで大きなポジションを作れてないっていなうの一つあると思うんですよなのでこの辺りを見てくると底打ちはまあしているだろうもしくはほぼ底打ちにもう近いレベル感かもしれない、まあ、レベル感っていうかタイミングですかねここから例えばその1万ドルに行くのか1万6千まで落ちるのかっていうのが大事っていうよりも、まあ、今はそこも大事なんですがある程度今この価格が低い水準でビットコインのマーケットが プライス,プライスじゃないポジションを積み上げどれぐらいられるかっていうのも一つ大きなポイントだと思うんですよねあとはさっきもちょっとあった通りどれぐらい短期の人たちがこのマーケットで抜けていくかそして一旦抜き切った後にどれぐらいのタイミングでどれぐらいのボリュームの買いが入っていくかっていうことが今後マーケットをより押し上げやすいようなですね市場環境に つながっていくというところになるのかなと思うのでもう少しそういった環境になるには時間がかかるんではないでしょうかただしすごく近いタイミング、まあ、近いタイミングっていうのは半年から1年というふうになってしまうかもしれませんがそういった状況に今なりつつあるんじゃないでしょうかというのがですね今日の一応その分析結果になっていますと一応これは僕の意見というよりもグラスノードに書いてあるということなので、まあ、そこはご了承いただきたいんですけれども、まあ、やっぱり このオンチェーンのデータを見る限りある程度底打ち感っていうのは出てきているなっていう感じはあると思いますよね。でプラスやっぱりマーケットで今見てみるとマクロの状況がですね非常に不安定ではある一方でまだまだあのなんていうのかな確定はしていないにせよ近い将来やっぱり物価上昇は少なくともピークは打つでしょうというところまで来ていますよね。あとは今後そこから その物価が下落,下落していくタイミングってどのタイミングになるかっていうところが焦点になっていくと思うんですが、まあ、それはですねやっぱり来年の中旬から後半に、まあ、より明確になっていくので、まあ、その辺りまで少し慎重になりたいなという方は待つ必要があるかなと思う一方でやっぱりですねこれらの分析結果を見てみると、まあ、半年からやっぱ1年ぐらいかなの間に、まあ、底打ちをして上昇しなかったとしても まあ非常に底堅い基盤というものを作っているというような状況にはなると思うので、まあ、そういった観点でえ少しまあ現物の会話を入れてみたりっていうのもまあ面白いなのかな、まあ、面白い戦略なのかなというのは考えたりはしていますと。はい、ということでいかかがでしたでししたょうか、まあ、これはあ,のあくまでもデータなのでこれを見てどういうふうにマーケットを理解するかっていうのは結構人それぞれにもよると思うんですよ。 なので今日皆さんにご紹介をしたこのグラスノードの分析結果が全てでは正直ないですよっていうのを一つご理解いただきたい一方で、まあ、こういう考え方もあるんだよこういう分析の仕方もあるんだよっていうのは非常に参考になるんじゃないかなと思うのでこういうですねレポートもし興味あるよという方がいらっしゃ,い,っしゃいましたら大体毎週毎週ですね僕の方でいち早くこういった記事を翻訳をして皆さんにお,お届けするということをしておりますのでぜひですね応援も込めてチャンネル登録していただけると嬉しいなと思っております。 はいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさようなら。